ちゃんの歯磨きの時間ですよ。拭くだけ歯磨きシート。視聴者ね、ファンの方から結構ね、龍之介の歯が白いねなんていうような、そうです ね、白いねって言われたり、そうそう、はい、言われたりするんでね、嬉しいですね。すごい嬉しいです。はい、そう、そこでね、だからどうやってね、龍之介とあっちゃんと、もともとさ、2人とも歯磨きなんか習慣であるような子じゃないじゃない。そうです ね、うん、ね、なんかあんまり可愛がってもらえてこれなかった子だからさ、うんうんうん、でその2人がね、どうやって歯磨きをしてるのかっていうのが、ね、できたら、うまく教えられたらいいなと思って。そうですね、はい。龍之介、頑張れ頑張れ、偉いね。そうそう、できるできる、えらいえらいえらい、よしよし、よしよし、こっちも、はい、このさ、シートのリンゴの味好きだよね。そうですね、ね、本当にすごいナムナムしてるね、なんか香りも青リンゴみたいでね、美味しそうだよね。うん、美味しそう。このママさ、はい、なんとかさ、こう歯磨きがうまくできるようなコツとかってあるのかな。コツ、うん、コツは何ですか。コツって、まあ、うまくできる方法みたいなの。ああ、うん、リュウは頑張ってるね、うん、あっちゃんはまあ眠だから睡眠学習でね、ちょっと見てね、覚えてもらえばいいやね。うんうん、まあまあできてるんじゃない、リュウちゃんね。そうですね、いいね、よくできました。えらいえらい、はい、2回戦です。お、頑張ってよ。じゃじゃーん、お、歯ブラシを使います。おうおうおう、とあとこれも2種類あるね。あります。あれあれあれ、このね、360度くるっとしてるやつと指サックのタイプのやつでしょ。そう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 、ね、これは結構すごい柔らかいね、あのブラシが。とあとこっちの部分、あ、なんか指先みたいに使えるんだよね。そう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 、うん、これも、うん、ブルーベリー味オーガニックの歯磨き粉です。なるほど。これでもちょっとシートよりはちょっと難しいでしょ。そうです、ちょっと難しいですね。ね、なんか嫌がるわけじゃないんだけどさ、うん、そうですね、なんか食べちゃうというかね、うん、舐めちゃう、舐めちゃうね、なんか、うん、ちょっとまあ難しいけど、もう一種類の方は、そうですね、これは、うん、まあまあ簡単っていうか、ちょっとね、本当本当っていうか分かんない。できる。ちょっと頑張ります。じゃあ龍、頑張って、頑張っ、よしよし、おうおうよし、あ、やっぱり舐めちゃう、やっぱりちょっと舐めちゃうね、うん、うん、食べ物となんか遊んでるっていうかね、まあまあ、うん、まあでもさ、楽しそうだったらいいんだよね。うん、そうね、うん、ちょっともうやりすぎでもちょっと、そうそうそう、うん、でもほら、なんかイケメンだから、この歯磨いてても龍之介がキリッとかっこいいよ。かっこいいね、大丈夫よ。大丈夫、かっこいい、かっこいい、はい、頑張れ、頑張れ、もうちょい、もうちょい、よしよしよし、えらいえらい、よし、うん、よしよし、えらい、ペラペラだね、龍ちゃん、まあいいか、よしよし、もうちょい、ね、よし、うん、これでいいか、うん、頑張りました、お疲れ様でした。お、やったね。じゃーん。じゃーん。レンタルケアガムです。お、やったね。これ好きだよね、二人ともね。これご褒美で。お、あっちゃんもついでにもらおうね。うん、そうです ね、ちょっと。あっちゃんもね。これからやるからね。歯磨きするからね。する前にね、はい、最初にね。はい、どうぞ。いいよ、もらって。いいよ。え、大丈夫ですか？あっちゃんは後で、ね。あっちゃんはね、あっちゃんは少し経つとね、食べるんだよ。そうね、結局結局食べるの、うん、好きだからね、これね、うん、そうですね、そうそう、だからなんかあんまり無理無理やってもね、しょうがないから、うん、なんかゆるく歯磨きも遊びの延長でやってる感じもあるよね。そうですね、このね、デンタルガムっていうのかな、はい、これさ、最初さね、見つけた時さ、うん、感動的でね。そうですね、それまでさ、龍之介も全然デンタル系のやつ、うん、全然嫌がって食べてくれなかったけどさ、そうですね、これなんか大喜びで食べるんだよね、うん、なん
んかね、ちょっとあっちゃんもこれ大好きじゃん。そうですね、大好きですね。なんか最初のおやつあっちゃん受け取るようになったのこっちが最初だったような気もしない、このデンタルガム。あ、確かに ね、うん、ね、なんかデンタルガムは最初もらうようになって、そうね、で龍之介より今あっちゃんの方が好きじゃん。確かに、ね、だからなんか龍之介がさちょっと食べ残してるとあっちゃんが、ま、盗んでくんだよね、そーっとね。そうですね。あのシーンはね、過去動画であったよね、はいはい、うん、そうそう、こちらのね、あの過去動画ぜひね、そのシーンがあるので見てください。そうですね、よろしくお願いします。しましょう、あちゃん頑張ってね、あちゃん、あちゃん頑張れるかな。はい、あーいい子だ、すごい子だね。でも美味しいね。これね、ゆうちゃんここにいるから。これ龍之介がね、あっちゃん心配してるよね。ああ。うん。そうだね、ちょっと。うん、なんかちょっともう嫌がってるからみたいな感じがね。ゆうちゃん本当優しいね。ちょっと心配なんだよ。だけどここでさ、龍之介が事件を起こしたんだよね。まさかの大事件でしょ、これは。あっちゃんが逃げないようにしてるんですか。うん、来て。まあしょうがないよ、そういうこともあるよ。しょうがない、気にしないで大丈夫、あっちゃん頑張ってるから。キリンさんはあっちゃん頑張ってるね、頑張ってるね、よしよしよし、あーいいからね、はいはい、上手だね、はい、上手ですね。プラシーもちょっとチャレンジする、じゃあちょっとだけ、もし嫌だったら、はい、あっちゃん頑張って、いいかな、いけるかな、前髪の方が、お、よし、大丈夫よ、あっちゃん、大丈夫か、頑張りました。はい、頑張りました。頑張りました。偉い偉い。はい。頑張ったから。磨きを。よっしゃ、頑張ったね。よかったね、あっちゃん。はい、りゅうちゃんもお疲れ様でした。はい。じゃありゅうちゃん、はい、どうぞ。あっちゃんも、はい、どうぞ。はい。この2人が頑張ってくれたからできましたね。うん、できました。歯磨きする方法なんてね、本当は偉そうに言える感じじゃなくてね。そうです ね、別にママも上手なわけじゃない、全然ないしね。だからまあ2人がいいかなって許してくれた感じで、ゆるく最後のねおやつもらって嬉しいとかって、そんな感じで、うん、そうね、歯磨きも続けていけば、うん、と思ってるけどね、うんうん、なんか今もこの食べてるこの顔見ればこれでいいんだなっては思ってるよね、うん、そうですね、2人がまあ楽しかったら、ね、あれもできないこれができないって子でもいいかなと思うしね、別にね、そうですね、うん、そんな感じでやってるよね、はい、うちの歯磨きは、
そうです、そう、龍之介とあっちゃんの歯が綺麗だったらこの子たちが偉いんだね。うん、うん、そうです ね、うん、じゃあまた明日お会いしましょう。さようなら、さようなら、バイバイ、バイバイ、ありがとうございます。